今回は、本日のアプデで追加された時の勇者について見ていきます。使い道としては、バハムートの限界超越1段階ごとに3個、すなわち合計15個、さらに、礎武器ごとつにそれぞれ3個ずつ要求されています。時の勇者の入手方法は大きく2つあり、1つ目は、対象の称号を獲得することで3個ずつもらえます。獲得条件がどれも難しいものばかりであり、10点集全員獲得、10点集全員4アビ獲得、10点集全員レベル150、アーカルム石すべて SSR。10件じゃ全員獲得、極みスキン獲得、10点後期すべて獲得、であり最大18個手に入ります。しかし、現状、10点集全員レベル150は不可能ですし、時の勇者のために極みスキンや10点後期なんて取らないでしょう。ですので、ある程度やり込んでいる人ならば、3×4 の12個を獲得している人が多そうですが、これでは全然足りません。そこで、時の勇者は対象のクエストからドロップするので、それを狙って周回する必要があります。エニアド、マリス、メナス、六竜、スポラ系、スパバハでドロップします。称号の方で分かったとは思いますが、時の勇者というアイテム、かなり貴重なものです。ドロップするとは言いましたが、ドロップ率が相当低そうです。そこで、今回は、実際にある程度周回してきたので検証結果を紹介します。その前に、時の勇者がどの箱に入っているかについて解説しておきましょう。スポラ系は青箱で、残りはすべて確定箱の金箱です。確定箱なので、ドロップ率アップ範囲内ですし、順位も関係ありません。ですので、周回数が命となります。さて、私はエニアドシリーズのベンヌ HL と六竜のガレオン HL を周回してきました。今は土のドロップ率アップキャンペーン中なので、自発も救援も結構な人数いて回転率も良かったです。そして、ベンヌ、ガレオンともに約300戦ずつやってきました。皆さん、時の勇者はいくつドロップしたと思いますか？正解は、ベンヌ、ガレオンともに0個でした。単純に運が悪いだけなのかな、と思ってツイッターで調べたところ、500戦で落ちていない人も結構な人数いたので、ドロップ率は余裕で 1% 切っていそうです。比が 0.2% なので、もしかしたらそれぐらいの確率かもしれません。ですので、合わせて600戦というのは、試行回数としては全然足りなかったのかなと思います。また、スポラ系は青箱からドロップしますが、こちらの方は比較的確率高いのではないか、と言われています。しかし、ディアスポラも無限もジークフリートも武器を集め終わったので今更周回する気にはなれないんですよね。第4弾の闇属性が実装された時に、どうせがっつり周回するのでその時に検証してみようと思います。ということで、今回は、時の勇者のドロップ率があまりにも低すぎるという話をしてきました。雑にバハ超越に12個使ったの失敗だったのかな、とも思いましたが、賢者最終の情報が出るまで下手に礎武器と釣れないので、結果的にはバハと釣って正解だったかもしれません。また、今は土のドロップ率アップキャンペーンをやっていますが、もうすぐ火属性が始まり、ウィルナスをがっつり周回する予定なので、そこでもまた記録しておきたいと思います。チャンネル登録と高評価よろしく、それでは。